次に寺田学君。寺田君。寺田学です。寺田という珍しい名字同士、国会2人ですけれども、まあ、正直いろいろ間違い電話を以前からいただいてて、過去自民党の大物議員の奥様からなぜあなたのところは婦人会に入らないのだっていうのを永遠とうちの方でお叱りを受けたり、去年は赤旗さんにNTT の接待を受けた、私覚えはないんですが、ミノルと学の間違いで私が接待を受けたようなことになったりということで、まあ、いろいろあんまりいい思い出はなかったんですが、大臣になられたので本当にご就任をお祝いしたいところではあるんですけれども、就任直後から非常に、まあ、今も質疑ありましたけれども、度重なる疑念が報道されまして、地元紙でも総務大臣で書かれず寺田氏って書かれるんですけども、寺田氏が妻に政治資金を渡してたとか散々なことを書かれて誤解している県民も多いのかなと思ってて、本当にはっきりとご自身としての説明責任を果たして、理解を仰ぐ、ないしはできないのであれば責任を取ってもらうというのが私は大事だと思ってます。で、後藤さんの質疑の範囲の中で、政治資金についての質問をさせていただきたいというふうに思ってます。で、一点ちょっと先ほど答弁聞きながら思ったんですが、後藤さんの資料の5枚目に寺田氏説明責任果たすということで政治資金パーティーの話が載ってますけれども、大臣わざわざこれパーティーじゃねえ講演会だと言いましたけれども、これは政治資金法8条2条2項の政治資金パーティーの開催ではなかったんですか。事実関係だけです。寺田総務大臣。私が申し上げたのはですね、その携帯がいわゆるその飲食を伴うパーティーではなくて講演会であったという意味で申し上げたのみでございます。寺田学君。私が聞いてるのは政治資金法8条2の政治資金パーティーの開催のこの政治資金のパーティーだったんですかって聞いてるんです。寺田総務大臣。その点についてちょっと確認をさせてください。寺田、それも分かんないのでパーティーじゃないって言ったんですか。だいぶいい加減ですね、戸田答弁が。わざわざ突っかかるところじゃないところで突っかかったんですから、しっかりこの政治資金8条の2の政治資金パーティーじゃないということで自信を持って言われたのかなと思うんですが、そこの確認ができないということですか。じゃ、確認してすぐ理事会の方に報告してください。大臣の答えを聞いて、大臣が違うって言ってる。止めてくださいよ。止めてください。理事会でも行かない。速記を止めてください。予定になかった。件につきましては理事会で協議をいたします。はい、寺田学君。大臣、事実確認して、政治資金パーティーだったらパーティーだったって答弁修正してくださいね。パーティーじゃありませんって言ってるんですから。収入印紙の方に移りますけれども、まず事実確認ですが、現状貼ってるんですよね、印紙を。イエスはノーだと思います。どうぞ。寺田総務大臣。現状貼っております。寺田学君。いつ貼られたんでしょうか。寺田総務大臣。先ほどもご答弁いたしましたが、同じ日、すなわちの選管に出したのと同じ日でございます。寺田学君。選管に出した日に、選管に出すものには、選管に出したその日、招集を貼らない、印紙を貼らないで出して、その手元にあるものに印紙を貼ったんですか。なぜその同じように印紙を貼ったものを提出しなかったんでしょうか。寺田総務大臣。選管には写しを出すわけですが、その写しを取るときにですね、その招集を、主任印紙をですね、貼ってないものの写しを取ってしまったと。しかし、まあ、それは直ちに、当日ですね、主任印紙を貼ったということでございました。寺田学君。この寺田恵子さんから交付された日は、選管にそれを届けてた日ということなんですか。寺田学君。寺田は総務大臣。交付と言われるのは、そのお金を支払ったですね、呉講演会に対して寺田恵子が
交付をした日はまさにその日でございます。同日でございます。寺田学君。寺田恵子さんが後援会に収入印紙を貼らないで渡して、でそれをコピーをして事務所の方が選管に届けて、その同じ日に寺田恵子さんは領収書の方に印紙を貼ったということなんですか。寺田総務大臣。領収書でございますので、当然その収入印紙を貼る予定にしておりましたが、その貼る前にですね、事務担当者がその写しを取って、提出をしたということですので、直ちにその収入印紙を添付をしたということでございます。寺田学君。収入印紙を貼られたのはどなたですか。寺田総務大臣。物理的に収入印紙をつけたのは事務担当者であるというふうにお聞きをしております。寺田学君。領収書を渡したのはどなたですか。後援会に。寺田総務大臣。寺田恵子が、領収書、お金をもらったという領収書を書いて、寺田恵子が後援会に渡しております。寺田学君。収入印紙は誰がお渡ししたんですか。後援会の事務の方に。寺田総務大臣。寺田恵子が渡しております。寺田学君。とすると寺田恵子さんは領収書、印紙を貼ってない領収書だけを渡し、時間を置いて収入印紙を渡したんですか。その間に。どうぞ。寺田総務大臣。もちろん収入印紙を貼るつもりでですね、渡したわけです。ところが直ちに手元に収入印紙がなかったので、収入印紙を準備をしました。しかし写しをですね、収入印紙を貼ってない写しをすでに事務的に提出をしてしまったので、直ちに原本の方にですね、収入印紙を添付をしたということであります。寺田学君。収入印紙と領収書を同時に渡して貼る作業を任せたのではなくて、まずは収入印紙を貼られていない領収書を渡して、収入印紙が手元になかったので収入印紙を後ほど、同日ですけれども手配をし、事務の方にお渡しをしたと。そのタイムラグの間に収入印紙が貼られていない領収書のコピーが何かしらの形で選管に届け出る書類の中に入ってしまったということですか。寺田総務大臣。はい、おっしゃる通りでございます。直ちに収入印紙が見つからなかったようでございまして、すぐ結果的に見つかったのであります。見つかったのですが、ちょっと見つかるまでの間にタイムラグがあったので、まず重要 その自分で名前を書いてですね、まず出しました。でしばらくの間に、収入印紙をあったということで添付をしております。でその間の間にこの写しが取られてしまったということのようであります。寺田学君。いや、よう分からないんですけど、その収入印紙をポケットに入れて出てこなくてあーっとやってる話なのか、そもそも丸々全部事務所にやってもらって名前だけ貸して手続き全部やってもらってるのか、果たして分かりませんけれども、先ほどからやっぱり大臣の答弁自体に苦しさがありまして、このこと自体いつ、その寺田恵子さんが領収書を出して収入印紙が見つからなくて、その後に発見をして添付して出した等々のこのいきさつはいつ大臣自身として確認されたことなんですか。寺田総務大臣。先週国会での総務委員会での質疑がありましたので、直ちに聞いております。寺田学君。ちょっとこのことだけやれませんので、もう一個、亡くなられた方の収支報告の話ですが、大臣が関係されている国会議員としてのいわゆる管理団体が5つあると、管理団体というか、政治資金に関わる団体が5つあるというふうに聞いてますけれども、これに関連して全部収支報告書出されていると思いますが、そこに記載されている人全員はこの当該問題になった件除いてそれ以外の方は全員生きているんですか。寺田総務大臣。関係政治団体の方は私は収支報告を見るべき立場にございません。ございませんが、今回のご指摘等も踏まえて今確認中でありますが、私が直接管理しております政治団体については、
生存しております。寺田学君、そこら辺所管の大臣ですから、専門的にお話しされているのは分かりますけれども、これ通して一般の方も聞いていると思いますので、私は5つあるということですが、その5つの団体に関しては収支報告に載っているお名前がある方は当該ケースを除いて全員生存されていることは確認されたんですね。寺田総務大臣。私が直接管理していないですね、この残りの3つですね、3つの政治団体がございます。でその3つのうちの過半はもう確認しておりますが、まだ確認中のところもございますが、この生存しているものと思います。そこは最終確認をいたします。寺田学君。よく分かりませんけれども、こんな大事なことをやってる人が生きてるかどうかも確認にそんな時間かかるんですか。正直感覚は分かんないですけれども、その確認を今している最中で生存確認はいつまで終わるんですか。寺田総務大臣。私が直接そのチェックをすべきですね、収支報告書でもありませんし、収支報告書自体私はチェックする立場でもございませんので、これは全く別団体としてですね、今現在お伺いをしているところで、できるだけ早く分かると思います。寺田学君。ぜひ委員会の方に報告していただけるように理事会ので取り計りいただければと思います。ただいまの件につきましては理事会で協議をいたします。寺田学君。法律の方に移りますけれども、先ほど渡辺先生の方、委員の方からもお話がありましたけれども、在外の国民審査制度ですけれども、郵便投票のあり方、そのプロセスを総務省の方からお伺いしましたが、現実的なやり方なのかなというふうに思います。この中の委員の皆さんご存知と思いますが、まず在外において自分が投票したいということを自分が直前までいた自治体の方に郵便でしたいんですと言って、その上で紙が送られてきて、でそれをまた書いて郵送してというプロセスであってんでしたっけ、だと思いますけど、大使館があるエリアに住んでいる方、領事館があるところに住んでいる方々にとってみると、領事館や大使館に行くってことで、できるかもしれませんが、郵便でやるってことに関しては今言った参議院選挙ぐらいある程度見通しが効いてれば分かりますけれども、衆議院ぐらい突然解散が来るものに関しては郵便投票というのはやっぱり現実的な手段ではないなというふうに思っています。当然昔はこの方法しか現実的に取りようがないからこそ続いてたのかもしれませんけれども、やはり在外に関しては私はインターネットの投票のあり方というのは本気で、検討して実施するべきではないかなというふうに思っております。その辺含めて部長もでも結構ですけれども、ご答弁いただければ。森自治行政局総選挙部長。お答えをいたします。在外選挙人の投票につきましては、委員ご指摘のような課題があるということは認識をしておりまして、その在外公館投票におけるその在外公館へ赴くことの困難さだとか、郵便投票のにかかる郵送の時間だとか費用負担についての指摘がなされているということも承知をしております。こうした課題にまず当面対応するために、総務省では各選挙管理委員会に対しまして、投票用紙の請求があった在外選挙人に対する投票用紙の発送を法令で定められている日以降直ちに行って、遅れることのないように周知するとか、また新型コロナウイルス感染症等によって国際郵便が影響を受けていることを踏まえまして、投票用紙を迅速に送付するために国際スピード郵便などが利用できない場合に国際宅配便を利用することも差し支えないといったことを新たに通知したりというようなことに取り組んでおるところでございます。また先ほどのご答弁でも申し上げましたけれども、研究会報告を踏まえまして在外選挙インターネット投票についての検討を進めているところでございます。できるだけ早期の導入について引き続き着実に検討を進めてまいりたいと存じます。寺田学君。方法が確保されてるから、それは有権者の権利を確保してるんだというふうに言えるかもしれませんけれども、実質的に今部長がお話しいただいたような方法でやるには相当ハードル高いですよ。
まあ、全て簡便にせよとは言うつもりはないですが、でき今現状にあるテクノロジー使ってやること自体には真剣に取り組んでほしいというふうに思います。で今、まあ、統一地方選挙の統一をする法律もかかってて、まあ、そのこと自体が、まあ、投票率を上げるというか周知のために統一するんだというその趣旨自体は分かってますけれども、やっぱ根本的に投票率が上がらない大きな理由の中の一つに公選法の分かりにくさ、その分かりにくさ及び非合理的なやり方に制限していることによって有権者に伝わるもの自体が乏しくなって投票率が下がるということはかなりあると思います。でこれ、ま、いろいろ申し上げたいところですけど、総務省に言ってもいやそれは議員立法でお決めになられることなんでということなので、それはお立場分かってます。なので総務省として閣僚でやってくれというつもりはないですけれども、やっぱまあここに集っている、まあ、臨戦局ですから議員側の方ではかなり主体的な意識を持ってやらないと、ずっとこの昭和初期昭和の頃のやり方が残って、変な話ですけどこの令和の時代に自分の名前を車の上につけてたすきかけて拡声器で走り回るっていうのはどうかしてますよ。ただそれしか法律上できないからこそみんなそれをやるし、選挙が終わっちゃうとののぼつすぎればではないですけど、選挙法のおかしさみたいなことを考えることなく他の国政課題に皆さんで挑んでしまうので、ずっとそれが放置されているということだと思います。で事前運動の禁止っていうのも私は不思議に思っていて、まあ、皆さんもあると思いますが、特定選挙において特定候補者を応援することがダメだって話なんですよ。なので我々としては例えば新人であれば国政に挑むとかすごい中途半端な言い方をして活動をするわけで、これ事前運動の禁止っていうのは何だって定まってるもんなんですか。あともう一個ちょっと時間がないで言うと、公示中、告示中、選挙中に候補者同士で集まって討論することが法律で禁じられてますよね。立ち会い演説会の禁止、私の選挙相手の戸川さんが今ここの場にいるのであれですけど、まだ一回も公開討論できてないですけれども、やっぱりこれをわざわざ禁止してるわけですよ。で昔は昔で禁止した理由があって議員立法したんだと思いますけれども、今まさに国民としては候補者同士を並び立ててどのような考え方なのかっていうのを見聞き比べるというのは大事なことだと思ってます。この手のものが禁止されている理由って何なんですかね。総務省で把握していることで。森自治行政局総務選挙部長。2点お尋ねをいただきました。まず公職選挙法において選挙運動期間を定めて事前運動を禁止していること、これは選挙運動の開始の時期を特定することによって各候補者等の選挙運動を可能な限り同時にスタートさせて無用の競争を避けるとともに選挙運動費用の増加を抑制しようとする趣旨というふうに承知をしているところでございます。から2点目の選挙運動期間中の立ち会い演説会、これにつきましてはご指摘のとおり有権者が各候補者の政見を知り選択する上で便宜な制度として公営による選挙運動として実施されていたことがございます。ただ有権者に占める立ち会い演説会の聴衆の割合が低下していたこと、テレビによる政見放送の実施及び個人演説会の回数の制限に伴い当初に比べ公営による選挙運動としての価値が減退してきていると言われていたこと、また立ち会い演説会の実態を見ると特定の候補者の時間帯に動員した支持者のみが集まり他の候補者の時間帯になると一斉に退場するような現象が見られ形骸化が指摘されるようになったことから昭和58年の公職選挙法改正、これは議員立法によって廃止をされたものと承知をしております。すみません、テレビによる、すみません、政見放送の実施及び個人演説会の回数制限の撤廃に伴いまして、そういったことが言われて、減退してきていると言われていたことでございます。でなお、公職選挙法第164条の3において、選挙運動のためにする演説会は、個人演説会及び衆議院小選挙区比例代表に届け出た政党等による政党演説会等に限られており、これらの演説会を第三者が合同で開催することは禁止をされておりますけれども、一方、複数の公職の候補者等が合同で個人演説会を開催することは認められておりまして、この合同で開催する個人演説会において、候補者同士が議論を行うと、こうしたことは可能ということでございます。寺田学君、まあ、いろいろお話しされましたけど、いや、総務省の責任だって全然思ってないです。まさしく政治家の怠慢だと僕は思っていて、挙げればきりないですよ。
まあ、皆さんもここにいる以上何かしら やられてると思いますけど、要は選挙中に配るビラに一生懸命何万枚もシール貼ることやってるわけじゃないですか。どうかしてますよこの時代に。であとその公営掲示板って言えばいいんですか、工事中告示中に貼ってるあれを全部貼り尽くすって相当な労力ですよ。あれが無用だとは思ってないですよ。有用な一部だとは思いますけど、全体的に通して言えるのは既存のその団体を持ってたり支援団体があったり現職だったりそういう人たちに有利な、ものになっていて、結局新人の人にとってみるといきなり東京で参議院選挙出ますと何万件も、ポスター貼ってくださいと、それ自体でもうこれは無理だなと思って諦めざるを得なくなったりすると、やっぱりこの私はまあどちらかというと新人に有利な選挙制度を作ること自体が選挙 その活性化につながるし、活性化の中に議論の習熟さというのは出てくるとは思うんです。でこれはちょっと役所に聞くことじゃないのでお願いなんですが、ぜひ、ね、この臨選特の委員会の中にこの10増10減とか大きい話、抽選局にするどうかというのはすごい大きい話なので、そういうところは除いて、いわゆるこのビラにシールを貼るとか公営掲示板とか、僕はね事前運動の問題 もう解禁してもいいと思いますけど、立ち会い演説会を禁止している内容とかこの手のことに関してしっかりと現状令和というこの時代においてどういうことを公選法として改正しなきゃいけないのかということを検討するような小委員会を作っていただきたいなと。でその場で各党各会派が合わさってご事情いろいろあるでしょうし皆さんのお考えあるでしょうから、その中で議論して何かしら成案を得るような仕組みを作っていただきたいなというのを松本渡辺両筆頭以下理事の皆さん委員長にはお願いをしたいというふうに思いますので、委員長ぜひそういう取り計らいお願いいたします。ただいまの件につきましては理事会で協議いたします。はい、ありがとうございます。本当に誰かが、まあ、何かしらのきっかけがあってやらないと微修正だけで終わり続けて、本当にこの公選法古くて理屈が成り立たないようなものばかりです。ですのでぜひ小委員会を作って、その場で、何度か議論をして諸外国の例も見て国民の意見も聞いて、そういうような新しい公選法のあり方を提案を得ていただきたいというふうに思っております。以上で終わりたいと思います。次に